旅とカメラとここでないどこかへ。こんにちは、カメラマンの大野智美です。こんにちは、映像制作者の佐藤正樹です。この間CP プラスが、はい、ちょっとそのロケが流れて、ね、残念ながら、ね、しまいましたけど、ということでですね、実はその CP プラスで、うん、本当は皆さんにお届けしようと思ってた とっておきのネタをここで公開ですね皆さん待ってましたよ。これ実はこういう取材をしようと思ってたっていうのはね。そうですね、佐藤さんに今全部言っても、はい、ありがとうございますと言ってくれて、はい、もう先生もう調べてきてますからね、もうそうそう、そうなんですよ。で、CP プラスでね、はい、ライト類、照明類、うん、本当は、なので今年の私はいろいろ照明をね紹介させてもらおうかなっていう、まあ、プランだったんですよね、はい、うん、で皆さんね、ほらカメラとかはいろんな情報をご存知の方でも、意外とまあライトになるといきなりねやっぱり知ってる方少ないし、そうですね、ちょっとほら、うん、それに、まあ、プロ向けとかのライトだとか、うんうんうん、そういうものになってくると、まあ、ネットでね調べる分には出てくるけど、まあ、近くのね電気屋さんに売ってるかっていうとそういうわけでもない、必ずしもそういうわけでもないです、うんうん、量販店だからって言ってあるわけでもないですから、専門機材とかなんかそういう話もねできたら紹介できたらなと思ってたんですけど ね、 なるほどね。だからまあちょっと映像はないですけど、はい、ちょっとまあ今ここの、まあ、このポッドキャストの場でね、話題としてちょっと少しお話をさせてもらおうかなと、うんうん、今日は思ってるんですよね。この妹がなんか仕事で写真をやんなきゃいけないって時に、はい、まあ、カメラでどういうの買えばいいとか相談されて、最後ねやっぱりフラッシュとかの話になったんですよね。はあはあはあ、ストロボどうすんのって言ったら、はあ、今だって感度良くなったからそんなのいらないでしょって言うんだけど、はあ、そんなことないですよね。そう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 、そう、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、フラッシュとかってまたその、うん、あれがそのなんていうのかな、つまり確かに一般的な認識としてフラッシュを使うのは暗いからフラッシュを使うと。で、確かにそれはもちろんそれは合ってるし、特にフィルム時代はフィルム時代は暗いからフラッシュで、うん、フラッシュを焚くというのが当たり前、それしかなかった、うん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 、っていうことだったのでそういう認識だったんですけれども、うん、今はまあ確かにその ISO 感度をカメラの方でねもうガンガン上げれば暗くても映るのは映るんですよ、うん、はい、だけれどもそのフラッシュとかの役割ってそういうことだけじゃないんですよね、うんうん、そう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 、例えばほら熱中シンクロとかっていう言葉がありますけれども、聞いたことある、はい、ね、あれはほら逆光、うん、逆光で写真を撮るときに使うとか、うんうん、で逆光でじゃあ暗いから顔が暗くなるからってどん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 明るくしていったら、うん、周りの風景が全部真っ白になっちゃいますからね。そうですよね、ここは何お花畑みたいな。そうそう、そうそう、だからその逆光でその人の顔だけ明るくしたいとか、うんうん、まあ、あとそうです、お花とかその人を撮るときだけじゃなくて花とかを撮る時なんかでも、うん、そうです、フラッシュ焚くと良かったりしますよ、昼間にね、そう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 、そういうのもあったりとか、うん、ね、そう、それで必要な、何かと、そうですね、フラッシュとかそういうライトっていうのはでね、なんか確かにでね、うん、フラッシュ、まあ、安くはないんですよ。そので内蔵 の、うんうん、そのカメラに内蔵されているフラッシュ、あ、そういうのはありますね。そうそう、でその実はであれでいいかっていうと、実はあれのせいでなんかみんなフラッシュって、うん、出番ないよねと思ってたり、あんまりね、あ、そのそう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 、思ってるけど、内蔵のフラッシュって本当にね、その出番確かにない。私なんかでも内蔵のフラッシュを使うことは実はほぼほぼなくって、ちょっといい思い出確かにないな、ね、あれで本当あんまいい思い出はない。あれやると妙な、ね、そうなんですよ、そのコントラストがきつくなって目が赤くなってみたいな、そう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 、顔が真っ白になってとかね、そう夜暗いからってフラッシュ焚いたらね真っ白になってとか、あとね後ろにちょっと変な影が出たりするんですよね、室内とかで撮るとね、うん、そう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 なんですけど、そうでね、フラッシュはね結局やっぱね首振る
フラッシュでないと、うんうんうん、あのやっぱりそのおすすめっていうかもうそのフラッシュはもう首振るものを使うのがまあ当たり前、私なんかの感覚からするとまあそれが当たり前っていうか、うん、もう首振らないのはフラッシュじゃないって言ってもいいぐらいなんかねそのそうそうフラッシュはやっぱり首振るものがいいですよね、うんうん、だけどそうすると別売りだし、うん、高ちょっと値段もしますし、うん、あとまあ重いですよね、特に女性の人なんかはちょっとそういうの嫌うかもしれないんですけど、重いしっていうのがあったりとかして、だけど、うんうん、だけどね値段に関しては最近は中国製 の、 フラッシュが随分安いのがいっぱい出てきて、はい、あやっぱそうなんですね、そうそうそう、なんかね、うんうん、中国のねなんて言ったかな、あるメーカーの、はい、なんとね数1万円しないんですよ、数千円、そのレベルで、うん、そのレベルであのキャノンやニコの純正で言えば5万7万するような、あららら、そのくらいの出力が出る、あららら、首振りで、なんかえ首振りで、しかもあそう首振りで、だからつまりほぼほぼそのキャノンやニコンのフラッグシップ機くらいのレベルのもうほぼほぼ同じ同等品ぐらいなのがなんと1万円しないっていう、それはちょっと私はその実物を見たことね、だからまあそれもあって実は本当はその CP プラスで、うん、その実物をねちょっと見たいかなとは思ってたんですけど、うん、うんうん、そうか、そうそう、まあ一応あとねなんか最近ちょっと人気の中華製で言えばゴドックスっていうとこのストロボが結構ね、はい、話題で周りでも持ってる人が結構いるんですけど、まあ、そこはそれほど今言ったほどの値段が安くはないですけど、はい、それでも純正に比べればまあ半値ぐらいぐらいで買えるらしくて、そう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 、でも首を振った方がいい、あと出力は高い方がいい、あそうですね、出力は明るいってことですか、重くても出力は高い方がいいです、ライトに関してはどんなライトであっても、はい、大は小を兼ねるで、その考え方でもう問題ないと思います。なんでかっていうと、だって考えてみれば、はい、そもそも太陽の光ってどんだけだって話じゃないですか、はい、まあまあ最強ですよね、うん、そう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 、だからそれから考えればそんな別に全然その何そんなね、例えばスタジオで、うん、プロの写真スタジオとかに置いてある大きい、あるじゃないですか、大きい、うんうん、傘がついてたりするようなね、はい、ああいうものとかであっても、例えば本当に小さなそれで食器とか、うん、別に撮るときだってそれを使って撮ってもいいんですよ、問題ないわけなんですよ、うん、何の問題もないわけなんですよね、うん、そうか、あとポイントとしては何を気にしていけばいいんですか、あとはですね、そうだな、充電スピードっていうのがあって、これは今のね、そのカメラの上につけるそのクリップオンのね、はいはい、でそれにはなんていうの、その一回こうシャッター切ってパシャッとこう光るじゃないですか、うん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 、でその次にまたピカッと光るまでって充電してるんですよ、内部でね、だからすぐに連続でパッ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 光ることできないんですよ、なるほど、プロじゃないんですね、プロのでっかいスタジオで行くとさ、そうそうそう、いいよいいよって言いながら撮ってるじゃないですか、はい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 、あれはやっぱ強烈な充電機能がついてるってことですよね、そう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 、ね、あれはジェネレーターっていうのが別についてて、スタジオに置いてある大きな照明機材っていうのは、うん、ライトのと別にそうです、そのジェネレーターが別にあって、うん、そうですね、だから強力なものがついてるから1200ワットとか2000ワットみたいな2000、うん、そうそうそういう、そういうあって、でもうそれでだからそうモデルさんに、あいいよいいよって言いながらもうどんどんカシャ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 こう切っても、うん、あそう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 、そうですね、リズムで撮ってますもんね、そうですね、それでもいいんですけど、でそのだからなんていうの、まあ、もちろんその外その何今のカメラにつけるフラッシュなんかでも、うん、それって調整できるんですよ、光らせるその光の強さをね、あ強さその量、光量を調整できる、そのたくさん光らせることもちょっと光らせる、その調整できるんですけど、その調整がもちろんちょっとの光だったら
どんどんシャッター切って、うん、パッパパッパ光ってはくれるんですけど、うんうんうん、だけどその、あのたくさん光らせた時にはやっぱりちょっと、はい、ちょっとこうギュイーンっ て, あのこの、ね、なんか充電してますよと充電そうそうその時間がかかるでその間に、うん、あのそのシャッターチャンスを逃す、あそうか、ま、またはそのシャッターは切れちゃったんだ 切れたんだけどフラッシュが飛ばなくて真っ黒みたいなことがたまに集合写真でありますね。そう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 入っていってもう一枚いきますって、うん、もう一枚目は切れないっていうね、うん、いやまあつかなかったよってみんなに言われるっていうパターンですね。そうですそうですそうです、うんうん、だからそのそうなんですよね。なるほどね。でねそういうとこは違う。そうなんですよ。でその充電スピードはね、うん、あのただその昔からまあ純正っていうかその日本のまあそうカメラメーカーとかで出してるフラッシュって電池で来てるんですけど、はい、そのそのさっきの中国製のがそのバッテリーでリチウムバッテリーで、はい、あのまあ、いわゆるその普通にカメラとかの中でも今使われてるああいうリチウムの、うん、そう電池であれが使われてるから、うん、だからあのその充電も早いらしいんですよ。おそういうことですか、うん、あれはなんだろうな、なんかリチウム電池ってここ本当、はい、最近なんかこうそういう普及したの、あれどうだっけな、なんでもともとそのだからその逆にね日本のその純正のメーカーは電池だったのかな、一般的に手に入るからとかですかね、ちょっとまあわからないんだけど、そのうんでその一応そのカメラマンとか あのプロのカメラマンの間では、はい、だからその充電が早いのはちょっとおすすめだよねっていうような話にはなってるんですよね。なるほどなるほど、まあ、そうすると今最新のそういうトレンドをちゃんと作ってるのは中国製なんですかね。変わりましたね。いや本当そうですよね。そうか、うん、なんかでもね、確かにあのなんかでもほらあのこのさっきの出たゴドックスってメーカー、はい、私最初にそのついそのこの間あのそうカメラマン仲間から聞いて知ったんですけど、はい、でもそれちょっと調べてみたらあのちょうど1年ぐらい前に、うん、あのプロフォトって言ってあの、まあ、プロのカメラマンならみんな知っているあのプロ照明機材を、はい、あの世界的なあのトップメーカーで、はい、プロフォトっていうメーカーがあるんですけど、はい、そこにね特許で訴えられたっていうのが、まあ、ネットで検索で出てきて、でそれはね私はちらっと覚えそのニュースは確かにあった、うん、だからその訴えられたメーカーがゴドックスだったってことまではちょっと覚えてなかったけど、でもね確かにありましたねとか思って、そのなるほど、うん、なんかでそのプロフォトっていうのはその今見たそのスタジオとかでそのプロが使う大きなその傘つけたりとかして、はい、うん、そういう機材のメーカーなんだけど、うんうんうん、ちょうど確かにあの去年の CP プラス おととしなんかからあのそのクリップオンがそのクリップオンと言ったらなんかプロフォトは違うって言ってるんだけどまあでも要するにそうそうです、そのフラッシュがね、うん、あのカメラにつけるような、そうそれがあのプロフォトが初めて出したんですよ、うん、そういう小型の、うん、はい、そう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 、であのだいたいあのフラッシュといえばその光るところって四角いじゃないですか、長方形だじゃないですか、うん、だけどプロフォトのその丸いんですよ、へー、あのヘッドの部分が丸いんですよ、はいはい、でそのゴドックスから出てるそれもそれが丸いんですけど、うん、なんかねどうもちょっと私も詳しいところまではあんまりちゃんと勉強してない、勉強というかあの調べてないんですけど、そのあたりの何か部分で特許でね何か引っかかって訴えてってでも、まあ、とにかくなんかその特許で訴えられててどうのこうのっていうニュースだけはちらっと記憶してて、であそうか、あなんかそういうそんな話題あったななんて思ったんですけど、うん、そう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 、でねでもまあ、 あの結局結果として今現在そのゴドックスのカメラって、はい、日本であの正規代理店は健康が扱ってるんですよ。 あら老舗の、あそう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 、だからやっぱ健康がでもね、はい、そうやって扱ってるってことは、まあ、特に結局まあ解決したのかなっていう、その辺のまあ解決いきさつも知らないんですけど、うん、そうそうっていうところで、なるほどね、うん、いやでもね、なんか最初真似してるうちに技術力が自分の方についてきてオリジナルも作れるようになるっていうのが
世の流れなのでそう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 日本がね車とか作ったのもそうだし、うん、まあね、うん、あの結局本当にねでもまあどうだったのかはよくわからないんですけど、うん、まあ、ただまああとはあのまあ周囲の方でちょっとその懸念材料としてはあのまあ防敵防塵じゃないっていうことがまず一つ。あら、そこは、あ、そうなんですか。うん、なんかね、壊れやすい感じが、うん、だからそうするとちょっとプロとしてはね、はい、あのどんな環境下でもやっぱ必要仕事で必要な時は光らせないといけないもんで、うん、じゃあそういうところでちょっと安くなってるんですね。うん、だとかあとは、まあ、まだまだちょっと耐久性についてはなるほど、はてなもう少しちょっと何年か経ってみないと何ともはてなっていうようなところはちょっとなんか言われてますけどね。そう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 、そう。あとはなんかあのね映像の方だと同じような、はあ、やっぱ中国の方で安い機材とかいっぱいあるんだけど、はあ、例えば今こうマイク使ってワイヤレスのマイクとか使ってますけど、はい、中国製のいい安いのがあるんだけど、はあ、電波法でね国が違うと使えないんですよ。あ、そう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 、そういうことってあるでしょ多分。あのねそれはねその今のスタジオのね、うん、スタジオで の, その ライトとかで、はい、つい本当にもう本当ここ何年前ですかそのスタジオのああいうライトがその無線に変わったのって。え、無線なんですか。ずっといやそうでしょ、ずっと有線できて、うん、スタジオの機材ライトっていうのはもうずっとその有線でやってきて、はいはいはい、つい本当にまあこの5年か5、6年か7、8年かなんかとにかく、うん、あのちょっと前からちょっとずつあのなんか無線が出始めて。あ、それ知らない。そうなんですよ。でその頃にね、うん、なんかたまたまその出張で、はい、中国だったかどっか行ったカメラマンがねそこで安いから、うんうん、そので日本ではまだそのちゃんとしたちゃんとしたが日本では日本より中国の方がどうもその先だったのかな何かその、はい、無線のでその飛ばすね電波を飛ばすそれがですね、でその行ったその出張で行ったその中国で、あこれいいって言って買って、うん、買って帰ってきたらなんかどうもそのなんかその今のその違法な電波帯っていうんですか、なんかそのだったんだ。でもなんか使えるから使ってるけどねっていう、まあ、これはちょっと、ね、んあまり公にあまりまあもうそっかそっか、その辺がちょっと注意が必要だったか、まあ、そうそうそう、まあ、まあ昔の話ですけど、そうそう以前ちょっとその話もちょっと聞いたことはあるんですけど、うん、なるほど。まあそういうのもありながらでも新しい機能とかバンバン入ってくるのは多分そっちの方なんだろうな。楽しいですねでもね。今はでも結構別にそういうだからどんどんその無線のね、うん、ねそれはトレンドになってますよね普通に、うん、そうですね今普通になってきてますよね。そうかそうか。そうでもちろんその無線はそうですだから、スタジオよりもだから今のこのクリップオンストロボの方がそのカメラの上につけるフラッシュの方が先ですよ、うん、そういうそのなんていうのその無線で飛ばしてっていうシステムができたのが、うん、だって私は最初もう昔もう写真学校出てからちょうどその頃ぐらいですよだからなんかそういうの出たのが。うん、で最初からそれに目をつけてなんかちょうどね本当学校行ってた時にそういうのがあるっていうのを知って、はい、でまあちょっとねまだまだそんなお金もないしあのモノブロックとか高い、まあ、その今のスタジオで使うような、はい、何ライトとかそういうのちょっと高いからやっぱ何十万もするので、うん、そう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 だからまあそれに比べればね5万とか7万とかっていうのは、まあ、まだ安い方だからそれでそっちでなんとかできないかなと思って、うん、それでその電波じゃないそのそうですその飛ばすものを買ってでそれの2台3台をこうね組み合わせてっていうのを、うん、そうそう最初やっててですねそうそうでだからもうそっちのは割と早くからそういうのがあったんですよね先にそっちがあって、うんまあ、でもねそれもね最初はね赤外線だったんですよ。あなるほど。でねそれはね相当苦労しました。もうちょっと何かがあるともうねだからその飛ばないっていうかその遮られちゃってそうですね赤外線はもうね回り込まないちょっとした角度で、うん
いや結構困りました。だからそのほら、つまりその何頭かその置いて連動させて光らせるわけじゃないですか、うん、でそのどうしてもつまり自分のもちろんその近くにあった方がその何ちゃんと連動してくれるじゃないですか、うん、ちょっと離したら、うん、だけど近くにあったら写真に入っちゃうよみたいな、なるほど、ね、写真に入っちゃうから入らないところにそれをライトを置こうとすると、うん、すると今度はその何その赤外線が、ね、連動光ってくれないっていう問題があって、どうすんだみたいなことをよく現場でね、まあ、やったんですけど、初期のテレビリモコンもそうでしたからね、赤外線だったんでなんかこの角度かこっちかみたいなのやってましたから、ね、あ分かります、それが現場で起きてたらやっぱ大変ですよ、ね、うん、そう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 、そうか、そうだからね、もうあの電波にはい、あのなったらもう本当にもうすぐ買い替えましたすぐ買い替えましたということで、まあ便利を享受してるわけですけども、そういや、うん、本当そうなんですよ。でね、あれなんかもう時間がちょっとあれですね、あのいやまだあのいやまだ今ね、あの何そのカメラにつけるあのフラッシュの話しかしないですけど、本当はその CP プラスではなのでまだね、今のまあ、プロ機材についてもさっきちらっと言葉が出たモノブロックとかね、まあ、そういう話もしたり、まあ、今最近で言えばあとは LED とかでね、あなんかライトとか、そうか、まあ、そういうのもね皆さんにお届けしようかなと。その分厚い資料はその LED の話だったんですねなるほど、でももう時間です、もう出ないといけません、まあ、またはい、あのおいおいね、なんかちょっとあればそういう話も、はい、そうですね、そうだ、でもねこの話はいやー、どうしようかな、なんかね、佐藤さん、あのストロボとかフラッシュとかって言うじゃないですか、ははこれの違いって知ってます？え、今からまた40分ぐらい話す気ですからねフラッシュだって一瞬ファッてつくっていうフラッシュだから、はい、ストロボって何だろう、完結、パッ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 、なんかね、私、うん、もう昔ちょっとそれが疑問だったことがあって、はい、それこそ、まあ、今言ったさ、学校行ってたぐらいの頃かな、はい、にちょっとそれはね、うん、その頃にもうちょっとと思って疑問で、でちょっと調べてみたら、フラッシュの方が、はい、まあ、普通名詞というか、その、はい、そああいうその何そのパッと光るあの、はい、ライトのこと、これはフラッシュだそうで、はい、ストロボはねそもそも商標名だ、なんとそういうオチでございますか、うん、そうですそうです、 なので私ね、実は私ちょっとこの YouTube のこれまで、はい、と中で話を出すときにストロボって言ってたけど、まあ、本来はフラッシュって言わない、違う割と気をつけてフラッシュって言ってるはずなんですよ。そうかそうそう、結構フラッシュっていう言葉を使ってると思うんですけど、あれはですね、一応でも全然いいんですよ、もう今この現代そんなのもほぼほぼもう何ですか、シャープペンシルのような、ね、はい、そういうもんじゃないですか、だからいいんだけど、全然一応ちょっとね、でもそういうの配慮したってことが分かりました、そうそうということで、ちょっとそれを言いたかったから、ね、はい、すいません、ちょっとそれ数分オーバーしじゃあ行きますよ、はい、ということで、行きましょう、はい、皆さんまたお会いしましょう、ではさようなら、さようなら。